おはようございます。マサルです。今回は情報セキュリティの3要素について一緒に勉強していきます。いきなりですが皆さんに質問です。情報セキュリティとは何でしょうか？何気なく使っている言葉ですが、いざ説明しようとしてみるとなかなか言葉にできませんよね。国内規格の JIS において情報セキュリティとは、情報の機密性、完全性、可用性を維持することとされています。これらの機密性、完全性、可用性を情報セキュリティの3要素と言います。つまり今回勉強するセキュリティの3要素を維持することで情報セキュリティを確保することができるということになります。では具体的に情報セキュリティの3要素、機密性、完全性、可用性とは何なのでしょうか。今日はそこを一緒に勉強していきます。それでは今回の問題にチャレンジしてみてください。 IT パスポート令和4年問72、情報セキュリティにおける機密性、完全性及び可用性と1から3のインシデントによって損なわれたものとの組み合わせとして適切なものはどれか。 1. DDoS 攻撃によってウェブサイトがダウンした。 2. キーボードの打ち間違いによって不正確なデータが入力された。3. PC がマルウェアに感染したことによって個人情報が漏洩した。どれが正しい組み合わせでしょうか。ゆっくり考えてみたい方はここで動画を止めて考えてみてください。それでは正解の発表です。正解は、あ、こちらが正しい組み合わせです。それでは解説をしていきます。まずは少し歴史的な背景からお話ししていきたいと思います。その昔、情報セキュリティという概念がなかった時代があります。インターネットができたばかりの時代です。その頃はとりあえず利用できることが大切でした。そこから時は流れて、ただ利用できるだけではなく安全に利用できることが求められてきて、セキュリティが大切だよねという考え方になっていきました。ただ言葉でセキュリティといっても、セキュリティとは何なのか定義がバラバラでした。そこで JIS という規格で情報セキュリティとはこういうものだよと定義したわけですね。定義された内容としては、情報セキュリティとは情報の機密性、完全性、可用性を確保することとなっています。それぞれを簡単に言うと、機密性とはある情報へのアクセスを認められた人だけがその情報にアクセスできる状態を確保すること。完全性とは情報が破壊、改ざんまたは消去されていない状態を確保すること。可用性は情報へのアクセスを認められた人が必要時に中断することなく情報にアクセスできる状態を確保することです。一つずつ具体的に見ていきましょう。まずは機密性です。機密性とはある情報へのアクセスを認められた人だけがその情報にアクセスできる状態を確保することです。例えば社内のサーバーに不正侵入されて情報が漏洩しないように機密性を確保する必要があります。次は完全性。情報が破壊、改ざんまたは消去されていない状態を確保することです。例えば勝手にウェブサイトの情報が書き換えられてしまわないように完全性を確保します。ちなみにセキュリティでは改ざんという言葉がよく出てきますが、改ざんとは権限を持たない人が管理者に無断で勝手にデータを書き換えたり作成削除などの行為をすることを改ざんと言います。次は可用性。情報へのアクセスを認められた人が必要時に中断することなく情報にアクセスできる状態を確保することのことを言います。これはいつでも使いたい時に使える状態にしておくということですね。例えば通信ケーブルを誤って切断してしまい通信ができなくなってしまった場合は、可用性を担保するために予備の通信経路を用意しておくなどが対策になります。ここまでお伝えした3つの特性、機密性、完全性、可用性、これを確保することが情報セキュリティです。情報セキュリティの3要素についてその特性も含めてしっかり覚えておきましょう。ではここで少し力試しをやってみてください。動画を見ているだけでは分かったつもりになってしまうことがあるので、先ほど学んだセキュリティの3要素、早速復習しましょう。まず、ある情報へのアクセスを認められた人だけがその情報にアクセスできる状態を確保すること。こちらはどんな特性だったでしょうか。動画をご覧の方は頭の中で答えを思い浮かべてくださいね。こちらの特性は機密性です。次は、情報が破壊、改ざんまたは消去されていない状態を確保すること。こちらは何性でしょうか。
こちらは完全性ですね。最後は情報へのアクセスを認められた人が必要時に中断することなく情報にアクセスできる状態を確保すること、こちらは可用性です。3つの特性しっかり覚えておきましょう。ここまで情報セキュリティの3要素についてお話ししてきました。さらに時代が進んで情報セキュリティは3要素だけではなくて4つの要素が加えられた7要素で語られることが増えてきました。その4つの要素とは申請性、信頼性、責任追跡性、否認防止です。追加の4要素についても見ておきましょう。まずは申請性。申請性は主張する通りに本物であるという特性です。例えばインターネットで Amazon のショッピングサイトにアクセスしたとします。ユーザーからすると本当に Amazon のサイトにアクセスできたかわからないと安心して買い物ができませんよね。そこで申請性の出番です。申請性によって接続先が本物であることを保証することができます。日常生活では申請性によって接続先が本物であることを確認できる仕組みがあるおかげで安心してショッピングサイトで買い物ができるようになっています。次は信頼性。信頼性は意図通りに動作する特性です。例えばゲームをしていていきなり記録が消えてしまったり、 Excel で作業していたら途中でフリーズしてそれまでの作業が消えてしまったり、そのような場合は信頼性が損なわれていることになります。信頼性のあるシステムを利用することで我々は安心してシステムを利用することができます。次は責任追跡性。責任追跡性は誰が行ったのかを明確にする特性です。誰がどういう操作をしたという記録をしておくことで責任追跡性を満たすことができます。機械の操作だけではなく入室管理の情報なども責任追跡性を満たす情報といえます。最後は否認防止です。情報作成の事実を否認させない特性を言います。つまりここに証拠があります、言い逃れはできませんよというように後から責任を追跡できるようにしておくことが否認防止です。別の動画で詳しく説明する予定ですが、デジタル署名などは否認防止を満たすための技術です。デジタル署名は現実世界の印鑑のようなものです。作ったデータに対して作成者がデジタル署名という印鑑を押すことでデータの作成者が自分であることを担保します。データに対してデジタル署名という印鑑が押されていることで情報の作成者は自分が作っていませんと後から否認をすることができなくなります。今回は情報セキュリティの7要素まで含めて一緒に勉強しました。なかなか一度で覚えるのは大変だと思うので、よくわからなかったなという方は何度か動画を見返してみてください。それでは最後に復習しましょう。情報セキュリティにおける機密性、完全性および可用性と1から3のインシデントによって損なわれたものとの組み合わせとして適切なものはどれか。 1. DDoS 攻撃によってウェブサイトがダウンした。 2. キーボードの打ち間違いによって不正確なデータが入力された。 3. PC がマルウェアに感染したことによって個人情報が漏洩した。正しい組み合わせはあの組み合わせです。1番が可用性、2番が完全性、3番が機密性です。少し情報を補足すると、 DDoS 攻撃というのは攻撃対象となるサーバーなどに対して複数のコンピューターから大量の通信を送りつける攻撃です。大量の通信が届くと処理しきれなくなってウェブサイトがダウンしてしまうことがあります。そうなると可用性を満たすことができないということですね。あとマルウェアというのは利用者に被害をもたらすことを目的とした悪意のあるソフトウェアのことをマルウェアと言います。 PC がマルウェアに感染してしまうことによって個人情報が漏洩した場合は機密性が損なわれたということになります。最後に少しだけまとめておきましょう。今回は情報セキュリティの3要素から勉強しました。3要素は機密性、完全性、可用性です。最近はさらに増えて申請性、信頼性、責任追跡性、否認防止を含めた7要素で語られることも多くなっています。それでは今回は情報セキュリティについて一緒に勉強しました。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも IT パスポートを通してもっと IT を好きになってもらえるような動画を頑張って作っていきます。2023年中にチャンネル登録者数5万人を目指して頑張っています。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンで応援していただけるととっても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。